中盤を迎えた臨時国会の焦点ということに、させていただいてますが、この臨時国会も定位安定って僕は言ってるんですけど、まあ、政府も大したこと やれてないし、野党はもっとろくでもないということで、大変定位安定した国会になってます。申し訳ありません。前半はですね、統一教会中心に進んでまして、野党が高めのボールを投げ、ちょっと高すぎるボールを投げちゃったもんだから、多分自公の与党はそれを打ち返せない状況のまま、多分時間切れで、終わると思います。だから旧統一教会は散々議論した上で、大した出口のない形で臨時国会終わると思います。まあ、それで僕はいいと思うんですよね。旧統一教会について、法制面でできることはほとんどありません。むしろ私がずっと申し上げたように、情報公開、政治と宗教の在り方、あるいはトラブル団体のへの規制についてはですね、まず前者の政治と宗教の関係は、とにかく政治、政党が徹底的に情報公開していくしかないということを私はもう春から言い続けていまして、その通りになると思います。で、トラブル団体については現在の規制にも課題があるのであれば直せばいい、もうそれだけのことでありまして、大した問題ではありません。旧統一教会のことについてはもう本当に小指でちょいちょいと早く終わらせて、本来の課題であるコロナとか社会保障とか安全保障にもっと時間を費やしたらいいという立場です、私は。コロナについてはですね、政府与党が感染症法改正案というのを出していきます。で、これについては野党もですね、なんか改正案を、対案を出してますが、まあ、付則改正、すなわち、政府の出してきた閣法の本文修正はできない。本文修正っていうのはね、なかなかこの議員内閣制ではできないんですよ。でも昨年の通常国会のデジタル改革関連法については、内閣委員会に席を置いて平正明、衆議院議員のご協力もあってですね、私が内閣委員会の平場で提案した本文修正が成立をしたということで、私は本当昨年の通常国会はね、大きな仕事をしたって自負してるんですよ。で、今臨時国会における野党の対案はですね、梅村聡さんはじめ維新の会がリードして作った対案、いいと思いますよ。ただ結局議員内閣制ですから、多分付則修正で終わるだろうと。ただ法律を修正できるわけですから、一定の爪痕を残して、臨時国会は終わるということになると思います。そこの道筋はもうほぼ立ってますので、梅村聡参議院議員はじめ、維新の関係者には心から敬意と感謝を申し上げたいと思います。社会保障は、とにかくこの黄金の3年間、選挙がない3年間を目指して財務省がもうとにかく増税路線、増税増税増税のオンパレードになってまして、ここについては本当は野党はですね、ちゃんと対案を示していかないといけないんですが、野党もですね、真面目にそこを議論する胆力がありませんので、ほとんど盛り上がっていません。与党の増税構成一本やりになってますね。残念で仕方がありませんが、仕方ありません、野党が弱いんでね。それから私が今一番関心があるのは安全保障ですね。で、これから政府の防衛戦略3文書の改正に向けた与党協議、自公協議が今本格化してまして、まあ、年内に予算編成がありますから、年内にある程度こう目鼻をつけていくわけです。で、今この与党協議でやってる防衛戦略3文書の協議はもう極めて大事で、安倍政権の時にやった平和安全法制新三要件に匹敵するというか、それを凌駕するような大変重要な議論が今行われていると思っています。だから私が今、政治面、政治行政の分野、あるいは国会ということで一番私が関心があるのは、とにかく安全保障です。これは日本の未来を左右する決め事が今政府与党で決められようとしているので、国民の皆様、ぜひこの安全保障注目をしていただきたいと思いますが、まあ、野党がとにかくレベルが低いんで、
ほとんどこの与党に対して、立ち打ちできてないっていうのが現状ですね。明日の朝、日本維新の会がオープン政調ということで YouTube ライブをライブ配信をしますんでね、そこで私はそういうことを申し上げ、意見具申していきたいと思いますんでね、また邪魔するなって言われそうですが、ここは日本の未来、まさに日本の国の在り方、憲法9条、それから平和安全法制、あるいは自衛隊、敵基地攻撃能力、反撃能力、これはまさに安倍元総理が平和安全法制新3要件という憲法解釈変更を通じてやられた大きなステップよりも大きな大きなステップが踏まれようとしているのがこの11月12月です。だから新聞の紙面はこれで埋めなあかんのにね、政府与党はね、ここはね、あまり盛り上げたくないんですよ。だって政府与党にとってこの大きなステップを踏む日本のそう安全保障の在り方を変える議論をですね、表でやりたくないわけです。だから防衛戦略3文書についてもおそらく薄っぺらいものしか出てきません。今政府与党が考えているのは表で議論したくないので防衛3文書の改定についてはできるだけ薄っぺらい抽象的なものにとどめて、本当の大事なことはその薄っぺらい3文書改定戦略3文書の裏側に隠しといて、実質的に前に進めていこうと思っています。かつて憲法9条の解釈についても精緻な議論がなされてきましたが、それも社会党が国会でギャーギャー騒ぐから仕方なく憲法解釈を表でやってきただけですので、本当にここで野党が正しい追及、正しい問いを発することなく臨時国会が終われば、もう本当に全て、水面下に隠れたまま日本の進路は決められていくということになると思いますので、私は大変危惧をしています。今、立憲や、維新の中で安全保障についてちゃんとしたツッコミができていることは到底思えない、という状況ですので、明日の朝の日本維新の会のライブ配信については、野党がどこまでこの戦略3文書について、国民の皆様に、お伝えをしていけるのかを左右することになって、いくと思いますので、ぜひご注目をいただきたいと思います。争点はですね、一言で言うと、安倍元総理の時代に、新三要件あるいは平和安全法制で今までの個別的自衛権、要は日本の防衛ということについては個別的自衛権を中心に考えられていたので、日本に直接攻撃があった時にそれをどう防衛するのかということだけで議論していたわけですね。だからまさに敵基地攻撃、要は反撃能力みたいなことがほとんど議論されてこなかったんです。でもおかげさまで安倍元総理のリーダーシップのおかげで、そうではないんだと、日本の存立にかかる場合にはアメリカをはじめとする同盟国が、戦争するときにはですね、戦争というか武力攻撃をするときには日本もそこに参画をしていくのであるという、一歩踏み出したわけです。ところが本当はその時に合わせて、じゃあその存立危機自体にあってですね、日本自体が攻撃しているのではない、攻撃されているのではないが、平和安全法制にとって日本国自衛隊がそのアメリカ軍とチームワーク防衛に参加をするときに、日本はどれだけの自衛力を講じるのが許されるのか、憲法上保有が許される、自衛力っていうのはどこまでなのか、日本の専守防衛と言ってるのは他の国が持ってる軍ですね、武力とどう違うのか、昔の専守防衛と今の専守防衛はどこが異なるのかということを本当はちゃんと議論していかなかったのに、一切、この5年10年議論されてきてないんですね。だから私はやっぱり、この11月の臨時国会で議論すべきなのは、
専守防衛って何なんですか、日本が持てる自衛力っていうのはどこまでなんですか、安倍総理が作った平和安全法制の下で、明らかに変わった新しい専守防衛の概念っていうのは何なんですか、そこで持てる、日本の新しい自衛力の範囲ってどこなんですかっていうことを議論する、もうこれに尽きると思うんですが、そこについての提言を持ってる、野党がないんですね。野党が提言を持たなければ、さっき申し上げたように政府与党自民党は何も国会で発言しません。だって発言してもいいことないんだから。安倍さんがおっしゃる通りで、僕も統一教会の議論をしてるのって全くナンセンスだと思っているので、とっとと抜け出してほしい。まあ、もし唯一できるとすれば、出口としてこういうことがあったらペナルティちゃんとしなさいよとかっていう、もう取り決めをとっとと決めていただく以外ないと思うんですよ。うん、で、それはもう本当に立憲がアホやなと思ってるだけなんで、まあいいんですけど、うん、安全その立憲と維新が一緒になってね、いやいや、一緒になってね、そこが宗教規制を競い合ってるっていうね、はい、もう最悪だと一応申し上げておきます。どうぞ。安全保障に関して言うとですね、まあ、今朝ほども某ノースコリアから飛翔体が飛んできました。そうで、立憲のその、まあ、特定の議員さんたちというのは、日本が軍拡をするから、ノースコリアから飛んでくるんだという謎の理論を持ってるわけじゃないですか。うん、それであれば、我々は自衛権の中で、じゃあ我々も飛翔体飛ばしたらいいんじゃねっていうのが普通にあるはずなんです。うんうん、それも自己防衛の中の一つなんですけども、うん、彼らが飛ばして我々が飛ばしちゃいけないっていうのはやっぱり足かせとして憲法があるので、僕は何とかしてそこを本当に改正の向きに持っていっていただく方が、すごく、ごめんなさい、僕の、なんでしょう、思想とかどうやって合理的なんだと思ってるんですよ、うんうんうん、だから合理的にやっぱりそこを進めていただきたいというのが私個人の、ご意見でありお願いであります、うん、以上です。今宇都宮さんおっしゃったことは僕も大賛成で、2つ議論があると思っててね、はい、1つは国是たる専守防衛について議論をちゃんとせなあかんということなんだけど、ただ今の反撃能力の議論ってとっても大事で、要は北朝鮮がミサイルを黄海に撃ち込んだ時に、うん、韓国やアメリカを撃ち返してるわけですよ、はい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 、でなぜ日本が一緒に撃ち返してないかっていうとね、単にね撃ち返すミサイル持ってないんですよ。持ってない理由は、理由は、ね、まあ憲法なんだけど、ただ、はい、今議論しているように武力攻撃を受けた時に防衛することは全然、悪いとは言ってないわけですよ。憲法上保持できる自衛力を持って反撃することはですね、それは当然あっていいわけですよ。ただこれまでは追っ払相手国の国土の壊滅的な破壊のためのみに用いられる、はい、要は攻撃的兵器っていうんですけど、いわゆる、はいはい、攻撃的兵器を保有することは、これは自衛のための必要最小限度の範囲を超えるからダメだと言ってきたので、はいはい、ICBM を持つとか、はい、長距離戦略爆撃機を持つとか、はい、あるいは、攻撃型の空母を持つとかいうことはしないんだっていうのが、まあ、今の政府見解なんですね。はいはい、ただ、今、まあ、与党が議論しているのは、まあ、それでも、敵基地攻撃ぐらいはしないと、うん、座して死を待つことになるよねっていうことで、うんうんうん、まあ、小野寺さんとかいろんな人が頑張ってるわけでしょ。でそれはね、憲法、今の憲法の解釈の中で、はい、多分できる、というかできるんですよ、はい、それやったらいいと思うんで、はい、私はその敵基地攻撃能力、まあ、中距離ミサイルみたいなものを、はい、持てばですね、はい、で多分日本は持ちますよ、このまま持つ流れなんですよ、うん、この間ね、北朝鮮が、今回は別なんですけど、その前にね、北朝鮮がなんか太平洋に打ち込んだじゃないですか、はいはいはい、であの時に韓国とアメリカを打ち返したんですよ、はい、で日本は打ち返せなかったんですよ、はい、でそれ防衛省に
まあ、防衛省、僕も知り合いがいるんで、一緒になぜ打ち返さなかったのかと聞くとですね、はい、憲法上あるいは法律上の制約ではありませんと、はいはいはい、単にミサイル持ってないだけですと、うーん、いうことを言ってました。でそれはね、そういう解釈なんです。今はだから、あれ、向こうが公海上にミサイルを撃ってきたときに、こっちも公海上に打ち返せないのは、はい、打ち返せなかったのは、あの、別に今法令が邪魔してるんじゃないんですよ。あの、単にミサイル持ってないだけなんですよ。なぜ持ってないかっていうのは、やっぱり法令が邪魔してるって僕は認識してるんですけど。おっしゃる通り。で、おっしゃる通りで、はい、なぜ持ってないかというのは、専守防衛ということで言ってきたからなんだけど、はいはい、それはすでに安倍元総理のおかげで、はい、憲法解釈が一定程度広げられ、新三要件を新三要件にして、要は存立危機事態っていう概念を使うことによって、はい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 、その憲法解釈とそれから平和安全法制という法律が整備されているので、はい、今や、持てるんですよね。で単にあのお金がないから持ってこなかっただけなんですよ。うん、あるいはもう面倒くさいから持ってこなかっただけなんですよ。でいよいよ、はい、今政府与党はですね、安倍さんのおかげで法律上の枠が広がった中で、いよいよ予算をつけて、ミサイルを持とうとしてるわけですよ。単に迎撃するためだけじゃなくて、敵の国土に撃ち込むミサイルをもう今持てるんで、はい、それを予算つけて持ちましょうというのが、この臨時国会の、うん、議論なんですよ。これなかなかみんな分かってないんだけど、私も分かってなかったの で、うん、でそれに言うと、コリアとアメリカはそこの敷地が違うと思ってたんですよ。日本はここまで行かないとダメだ、で実害がないとダメだ、で僕もそう思ってたんだけど、そうです、防衛省に聞くと、これまた国会でもちゃんと議論していかなあかんねんけど、はい、あのこの間アメリカと韓国がやり返したやつは全部あの訓練としてやってるんですね。はいはいはい、そうですね、訓練としてやってる、別に戦争してるわけじゃないんですよ、はい、あの北朝鮮も訓練で撃ってるわけですよ、はい、あるいは実験としてね、うん、で米韓もこの間打ち返したやつは、はい、あのあくまでも多分正式には訓練で打ち返してるんですよ、はいはいはい、でもその時にいやこれ訓練ですとは言わないわけですね。そうですね、うん、あの威嚇をし合ってるわけですよ、はっきり言って、うんうんうん、で日本の場合はその憲法とか法律の中でその国際紛争を解決する手段としては用いないとかさ、まあ、あの武力による威嚇はしないとかいろんなフレームがあるので、うん、あの多分日本が一緒に言ってもいやこれ訓練ですって多分言わざるを得ないような雰囲気はね、うん、あの米韓があのおりゃって言って打ち返してると思うんですね、うん、日本はいやこれもともと北朝鮮 の、 あの公海上に打ちっぱな日本上空を飛んでいったミサイルと関係ありませんって多分国会答弁はなるんですよ。はい、そこにまあ我が国のですね、まあ、このメッセージ的な限界がまあ、あるとは思いますよね、はい、日本がその核じゃなくてその軍隊をもうちょっと軍事力軍事費を上げてっていうのは分かるんですけど、そのなんか結局やっぱり外交も大事だなと思ってて、その北朝鮮と の、 その外交の窓口が今全然こう機能してないというか閉ざされてるっていう風なことを目にして、ちょっとそれはどうなのかなと思ってるんですけど、なんでそんな状態になってるのかっていうのをちょっとお伺いしたいです。あ、ごめんなさい、結論言うと僕も分かんないんですよ。それは要は今政府が北朝鮮とどういう外交的なあのやり取りをしてるかということは、まさに国家的な機密というか秘密ですので、はい、あのそれが今どうなってるかについては、あ、私もちょっと知り得ない内容なんですね。なるほど。だから、まあ、与党議員のごくごく一部だけなので、はい、それはまあ、分からない。ただ、まあ、自民党政権の、まあ、要は北朝鮮の拉致の問題をはじめとして、しばらく動きがうまく作れてないっていうことについては、やっぱり政府の責任は大きいと思うんですけど、はい、
全く外交的なインタラクションが全く今ないとは思ってないんですけどね。だからよくわからないんです。国民の皆様がフラストを抱えてるっていうのはその通りだと思うんですけど、政府がもう少し、日本政府がもう少し国民のそこのこの不安、はい、政府は大丈夫かという不安にしっかりと説明責任を果たしていくことは必要だと思いますね。国会議員だからといって知ってるわけじゃないっていうのが結構衝撃というか、うん、あすいません、この外交安全保障のいわゆる本当の核心の部分はですね、政府の関係者だけいわゆるセキュリティクリアランスってよく言いますけど、政府、国会、民間全ての中で誰がどういうセキュリティ関係の情報に、はい、要は情報にアクセスできるかというルールが非常に出来が悪いんですね。だって国会議員には共産党もいるわけだから共産党がバックをしている国会でそれはなかなか難しいですよね。そういう中で私たちはちゃんとセキュリティクリアランスの制度をしっかりとして国会議員の中でも一定の選ばれた国会議員については政府だけではなくてしっかりとその例えば秘密会、要は一般に公にしない公聴会とかをしっかりと開いて、はい、自衛隊の幹部とかを呼んで安全保障について議論できるような国会にしていかなあかんと思っていますが、今の国会はもう本当55年体制下に作られた国会は、そういうことをしない国会なんですね。だからそう今おっしゃったようなご期待に応えられるように国会にしていかなあかんと思ってます。頑張ります。はい、ね、分かりました。ありがとうございます。お願いします。政府を信用してないってのは大変残念なことで、かといって政府は必要でしょ？あ、そうですね。ただその、暴走するのが怖いってことですね、要は。じゃあ信用できる政府を作るしかないんじゃないの？そう。あ、だからこそ護憲なんですよ、僕は。軍隊を持つなとかは言ってなくて。いや、ちょ待って。まず、だって、なぜジャズさんが護憲かというと、政府が信用できないからでしょ？はい。だから信用できる政府を作れば憲法改正していいの？構造的な、なんだ、ストッパーがかかるような、その設定になってるんだったらいいんですけど、僕は。だって、はい、だって憲法というのは民主的統制といってそういう政府の暴走みたいなものをこのちゃんとコントロールするために憲法があるわけでしょ、はい、だからそういう民主的統制をしっかりと働くような憲法を維持強化し、まあ、今でも足りなければ憲法改正してそれを強化しで信用のおける国民がの多くが信用できる政府を作るに尽きると思うんだけど違いますか？私が憲法改正中、もう外れたんですけど、維新の会の憲法調査会長としてやってきたことの最大のポイントは、ポイントの一つはやっぱりその民主的統制ですよ。で自民党の案がなかなかその辺、あまり、必ずしもコンシャスにやってないというところがあるので、私は、より民主的統制に配慮したようなものをですね、注意して作ってきたというところあります。はい、僕は民主的な統制であったとしても、暴走すると思ってるんで、すみません、わかりました。すみません、ありがとうございます。でもそれは残念なことで、ちゃんとこう信頼できる政府を作って、で、国の未来をやっぱり一緒に作っていくべきだと僕は思うんだけどね、うん。今ちょっと憲法改正について挙げときましたね。また見といてあげてください。ご意見としては、全然ありがとうございます。足立先生のお考えに、私は 100% 賛成なんですけれども、うん、まず、実は憲法をその大学時代専攻してたことがあって、もうすでになんかもう思想の領域になっちゃっているのと、で、外交と安全保障とっていうのは、現実に即したものをやらなきゃいけないっていうのは、これ、世界の常識だとは思うんですけれども、そうですね。
で、これがなんで今話聞いてても、いろんな方たちの意見ってこれバラバラなのかなって言ったら、教育の問題だと思ってるんですよ。うん、同感ですね。つまり、これ学校教育の中で、政治経済の中で、軍事学っていうのを、教えることっていうのを日本人が怠ってきたっていうところの積み重ねだろうなと思っていて、中長期的なところで言うと、まあ、私は足立先生に期待するところとしては、教育の中に、やはり軍事バランスでどうなってるのかっていうところの、現代史から含めてのやっぱり教育のところっていうのを力入れていっていただきたいなと思うところが1点と、2点目としては、まあ、現実的なところでの備えっていうところで、やはり反撃能力をしっかり持っていただくっていうところの議論っていうのをぜひ進めていただきたいなという期待をしております。ありがとうございます。もう極めて私と同じ思いですので、付け加えることはありません。まさに私たち政治家が頑張らないといけない二大柱だと思います。そこはね、実際でも教育のところって議論があまりされてないだろうなって思うんですけど、どう思いますか。いやいや、例えばその、例えば慰安婦の記述の問題とかね、いろんな形で教科書のあり方は問題提起もしてきたし、一回馬場さんが質問収集やったかな、やった時だから前進はしてるんですよ。で、問題意識ある人も、はい、特に維新の会の10年前からやってる4期目の仲間、私、馬場さん、遠藤、高橋さんたちはその辺は極めてコンシャスというか意識持ってますよ。ただまあ足元でどこまでそれ焦点当ててその政治的リソースを集めてできてるかっていう問題はあるけどね。そうですね。で、今話聞いてて分かったんですけど、皆さんの中で共通言語っていうのが醸成されてないんですよ。うん、だから、それだけの教育の問題もあれば、そのメディアの問題もあるし、我々特にそれをねリードすべきは、私はまあ教育と国会だと思うんですよ。はい、やっぱり国会でそういう議論をやってないんだよね。なるほど。だって NHK 中継でやるんだからさ、そういう議論を本当に、で私たち政治家がそういう議論をもっともっと国会あるいは、まあ、こういうメディアあるいは SNS でレベルの高い議論をしていかなあかんと思いますよね。そうですね、ぜひ渡辺さんこれからも参加して一緒にやりましょう、そういうのね。ありがとうございます。ぜひ今後ともよろしくお願いします。中国って反社じゃないですか。要はその反社。要はの暴力団、日本の暴力団でもやらないようなひどいことを中国はやってる。で、国連もそれを認めて、で、国連が認めた前と後って違うと思うんですよ。で、なぜ日本は反社であり、反日国である中国と断交っていう言葉が出てこないのかがわからない。それだってアメリカが国交回復したからですよ。アメリカが国交回復しても。だってキッシンジャーがね、まさにあの時にアメリカが、要は日本の頭越しにね、ドーンとやったわけでしょ。で、日本はびっくりしたわけですよ。あたふたと。後からついていったわけですよ。そうですよね、歴史上は。アメリカが。いや、いいんだけど、その、アメリカが中国と、一緒に、世界の中で、中国を世界経済社会の、世界経済、世界の、世界、国際社会の中にお迎えをしたと。いうことに対して、日本だけが、この隣国である日本がね、中国と断交したままにしといた方が良かったっていうこと？いや、そらそうですよね。今となっては。いや、そらそうだよねっていうか、そりゃそうかな。まあ、いや、その、普段でもやらないようなことをしてる国なんですから。まあ、平田さんの意見はそらそうかもしれんけど、少なくとも日本の民主的な政府は、それは、そうじゃなかったわけですから、もう過去についてはもう、仕方ないよね。で、今、どういう状況にあるかっていうとね、反社っていうことで、とにかく中国、反社だって言ってれば、それで済むような状況じゃなくて、私はまたアメリカは中国の握るかもしれないと思ってますよ。
じゃあその中国とアメリカが握っても、日本とアメリカは同盟国じゃないですか。うんうん、で日本とアメリカが同盟国で、その同盟をやめろって言ってるんではなくて、うん、中国と断交しろって言ってるだけですよ。まあいいけど、だから、その、中国が、アメリカが中国と仲良くするから、じゃ日本も仲良くしなきゃっていうのが、理解ができないっていう。理解ができないっていうか、政治的には他に選択肢がないんだけど、それはやっぱり日本の国力の限界かな。あ、日本の国力が弱いから、中国と付き合っていかなきゃならないってことですね。アメリカに追随せざるを得ないってことですね。だってアメリカの核の傘のもとにあるわけだから。それは、同盟があるじゃないですか。だから同盟があるから追随せなあかんってことですよ。あ、同盟があるから、いやいや、同盟っていうのは究極的には核の傘でしょ。うん。で、そのアメリカの核の傘に守っていただい、守ってもらってる日本が、アメリカと違う行動できないですよ。あ、で、ってことは、アメリカが中国と付き合っていれば、日本は中国から何やられても黙って付き合うしかないってことですか。うん、だからそれでは困るから、うん、アメリカの核の傘だけに頼ってる、国の形から脱皮をしていかなあかんのではないかという議論を今してる。なぜかというと、北朝鮮のミサイルがアメリカに直接届くようになってきたので、そもそも、その、アメリカと日本の、関係がですね、これからは変質をしていく、核の傘自体が変質をしてきている、うん、というのが今の日本を取り巻く状況ですね。核の傘でも、核持ったらお金もかかりますし、なんかいろいろ大変じゃないですか。アメリカの副大統領が、日本は1日以内に核を作れる。ってアメリカの副大統領が言ってますから。だから何、日枝さんは核兵器を持つべきだと言ってんの、うん、違います。それを大きく政治家が言うことで、うん、日本核持ってるのと同じにならないですかね。言うだけでいいんですよ。いやいや。アメリカ副大統領が言ってるわけですから。それを大きく何回も言うだけですよ。日本は、まあまあ、まあいいけど、そうではないね。言ってますよっていう。いや、今の国際社会で日本を取り巻く安全保障環境は、そうではないんですよ。今、私たち政治家が一番危惧しているのは、北朝鮮のミサイルがアメリカに直接届く、ICBM で届くようになりつつある中で、いわゆる日米デカップリングって言ってね、結局、うん、日本がロシア、北朝鮮、中国の核兵器に脅されている中で、いよいよ日本有事になった時に、アメリカが本当にアメリカ本土をリスクにさらしてまで日本を守るかどうかわからないというのが、今の冷徹な安全保障環境の理解だと私は思っています。いや、僕もそう思います、うん、足立先生が前言ってたことでですね、まあ、いや、その、ちょっと、平田さん、まあ、他の方もいらっしゃるんだけど、平田さんは、だいたい普段私が申し上げていることにアグリーだということでいいの？なんか、私が言ってることに、ここは違うということがあるわけ？いや、違うところはないですけども、生ぬるすぎるっていうふうには思います。私が生ぬるすぎる。はい。言ってることには賛同しますよ。でも、うん、もっと、例えば、足立先生が、すごくいいなと思ったのは、政治家の人の、プロフィールを開示したらどうですかっていうようなこと、うん。国籍の履歴の開示ね。はい。はい。あれで、あ、すごくいい人だなって僕は思う。いや、それはそうですよ。僕、いい人ですから。だから、ヒデさん、ありがとうございます。尽きないんですけど、生ぬるいっていう議論は、私を生ぬるいって言ったら、もうこの700人いる国会議員の中で650人ぐらい生ぬるいですから。そう思います。だから、ぜひ私を応援していただいてですね。で、もっと生ぬるい人のとこ行って、蹴飛ばしてきてください、ちょっと。はい。それはよくやってるんですけど。ありがとうございます。ちょっと今日はこれぐらいでいいかな。はい、ありがとうございます。ありがとうね。すいません。安倍総理が作った新しい憲法解釈と平和安全法制の下で、おそらく専守防衛という4文字が意味している意味というのは
明らかに変わったはずなんだけど、それを言語化して国会で議論できてないっていうのがもう最大の今の問題だと思う。で、政府与党にそれを言語化する誘引はないんですよね。だって言葉にしてもいいことないじゃないですか、政府党にとっては。で、それは今日あった民主的統制みたいな意味で、やっぱり国民の手に憲法を取り戻すという意味では、それを言語化させる、していく、その使命というか役割が期待されているのはもう日本維新の会しかないので、もう玉木さんの政党は潰れそうだし、立憲共産党にそんな能力も志もありませんから、だからやっぱりこの臨時国会で日本維新の会がその役割を果たすかどうか、それは明日朝のオープン政調にかかっていると、まあ、こういうことですかね。ぜひ、維新はこれまでのね、憲法見解と外交安全保障感を維持してほしいなと思います。立憲との共闘反対別にするわけじゃない。まあ、共闘じゃないの。そうやね。反対はしませんけども、これに関してはぜひ。ありがとうございます。頑張ります。もうむちゃくちゃ頑張ります。もうだから、僕今まで臨時国会が始まってから、党の活動にほとんど口挟まないようにしてね、ちょっと言いたいこと言っても、却下って言われたらすぐごめんなさい。却下されました終わりって言って一応ツイートだけして終わってるんですが、この安全保障だけは、はい、これはちょっと放置できないなということで、明日はもうオンラインじゃなくて、第一銀会館の1018に自ら出向いてですね、はい、オンライン成長出てき、オープン成長出てきますんで、ぜひご視聴ください。はい、見たいと思います。ありがとうございます。税制調査会で、はい、はい、いろいろなこの、まあ、特に自動車関係とかで、税金のあり方っていうのが議論されて、それがまあ政府に上がっていったっていうのをまあ見たところなんです。うんうんうん、なんちゃら協会がどうだとか、はい、なんかすごくしょうもない議論の裏で、はい、本当に統一協会に時間取ってる場合じゃないと、うんうんうん、で政府与党はこの黄金の3年間の間に増税しまくろうと思ってるから、うん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 、もうあらゆる増税アイテムをテーブルに載せてきてるんですよ、この財務省が。そうですね、うん、で本当に立ちが悪いというかね、はい、そういうのは黄金の3年間にやることじゃなくて選挙前に言わなあかんですよ。本当ですよね。だから本当にこの政府与党自民党、うん、そして財務省っていうのは、たちが悪いと思いますね。うんうん、で、だからその中でそれに対して本当、声を上げない野党がいるならば、本当にそれは本当、必要ない。で、その立憲共産党はもう、そういう政党なんで仕方ないんだけど、うん、唯一の希望である維新の会までがね、うん、その統一教会騒動に悪乗りしてね、はい、うん、でしょうもない議員立法を出してね、はい、で時間取ってると、うん、もう本当に私は残念で仕方ないんですよ。ぜひちょっとね、私もそれを今日まあ目にして、なんだこれはっていうところで、もう足立さんにしかもこれは言うところがないと思って、はい、すいません、高橋さんありがとうございます。ほんまにね、ほんまにちょっとここはね、私もね、もう我慢ならないので、うん、上品にここは突っ込んでいきますので、うん、そうですね、ぜひそこのところはよろしくお願いします、はいはい、ありがとうございます。いや、すいません、ありがとうございます。ただいまの足立さんの服装はという。僕今ね、ちゃんと服着ててね、はい、議員会館にいるんですよ、議員会館。お疲れ様です。今日ちょっとね、書かなあかん、まだちょっとね、その仕事がありましてね、はい、で、どうしてもいろんな資料とかがあるんで、今日議員会館、明日の朝は、早いんで、大阪から上京してくる時間がないんで、今日はもう東京に来てて、はい、それで議員会館で仕事します。お疲れ様です。はい、党内でやっぱ仲間作れっていうふうによく言われるじゃないですか。うん、はい、はい、で例えば私自身の中で足りないと思うのは官僚の方出身、はい、官僚出身の方って少ないなと思うので、そこに62名の中で僕だけなんじゃないかな。そうですね。昔丸山さんがおったぐらいで。そうそう、そうそう。僕しかいないんですよ。官僚にリクルートをもうちょっとかけて、官僚の方入ればもうちょっと足立さんの考えに、近い方で、そういう方が仲間が増えていく方式になるんじゃないかなっていうのがちょっと感じてるんですけど、その辺の動きっていうのはなんかされてるんですかね。うん、僕はいいなと思った官僚の皆さんには必ず維新から立候補しないかって促してるんですけど、
やっぱり今の日本維新の会だったら僕だって躊躇しますよね。なるほど。だからやっぱり実は民主党政権ができる前の民主党ってたくさんの官僚が自民党に対抗できる勢力を作ろうとして多くの、はい、優秀な官僚が民主党に入ったんですよ、はい、例えば松井浩二さんとか鈴木寛さんとか、はい、霞が関のトップクラスの官僚たちが民主党に入ったんですよ、はいはい、でも今の日本維新の会は霞が関の人たちがこぞって入りたいと思うような政党になってないんですよ。うん、だからそれはもう極めて残念なことで、それでは絶対政権取れないです。やっぱり霞が関の諸君が希望を求めて日本維新の会から立候補するような時代を作らなければ、日本維新の会に未来はないと僕は確信してますんで、はい、まさにご指摘の通りだと思いますので。今日はご視聴ありがとうございました。とにかく皆様に申し上げたいことはね、よくこのアダスペやってるとね、なんか、ファンを集めて、なんか自己満足してるとか言って、なじってくる人がいるんですけど、私は、そういうつもりは毛頭なくて、まあそういうのもあってもいいと思いますが、苦言とか、ご批判とかも大歓迎。ただね、なんて言いますかね、今日がどうだったか分かりませんが、論点というか噛み合う討論ってやっぱあるんですよね。でそれは私も大歓迎なので、ぜひこれからも足立はですね、批判 大歓迎でこれからもで、A という立場と B という立場が論戦をすることによって前に進めるというか、新しい価値を生み出せると信じてますので、で、新しくやった時事公論もですね、まさにそういう観点から今度、玉木さんとも忌憚のない議論をしていきたいと思いますので、ぜひ皆さん、時事公論、それから足立ちゃん、それからこの足立スペ、ぜひ、ご注目をいただいて、ご支援、ご協力いただきたいと思います。じゃあありがとうございました。1時間になりましたので終わります。